パラです。チェロです。パルチェラです。はい。だいぶ時間が空いてしまったんやけど、うん、ちょっと最近ね、ランクマンの動画ばっかりだったから、うん、前さ、ポロがさ、雑談と称してさ、うん、こうキャラの紹介とか武器の紹介とかしたやん。うん、まあ、あれのね、俺バージョンずっとしてなかったから、うん、まあ、ちょっと今回してみようかなと。そうですね。うん。まず、ハンター。正順がいいかな。うん。一応こんな感じやね。うん。今ラメさんとグリードが全開放。ほう。で、メタ。メタももうほぼ。もう金が出ないんだよね。金だね、うん。そうそう。あと金3つで。頼りだね。うん。一応終わる。うんうん。でサルバ。これはね、あとラックだけだよね。うんうん。じゃあまたサルバのねダンジョンが来たら、うんうんうん、石を貯めて、そうそうそう、で次がリアン、うん、これはねまだ結構空いとんよね、うん、そうね、うん、でヒナ、これもだいぶ空いとんね、最初の方から全然手つけてないけ、うん、で今期待のディアナ、ディアナ。こいつをね、ちょっと先にあげようかなって思うよね。そうだね。ただね、こいつのこの、なんていうかな、金の石を5個使うやつが異常、状態異常回避なんよね。うん。なんかね、この黄色い石を5個も使ってこれかって感じはするけど、うん。まあ、ただランクマ要因やけ、俺の中で。うん。ってなると、まあ、毒を回避してくれるかもしれないって考えると、うん、うん。まあ、ありなんかもしれん。そうだね。うん。だからこれはちょっと上げていこうかなと。うん、ガッツもね、あと3上げれる猶予があるから。うん。うん。ね、もともとガッツが高いもんね。そう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 。今73やけど76までいくね、うんうん。ただこの武器がガッツ7だから、こいつをこれに変えると、ガッツが81までいくからね。おお、すごいすごい、うん。で、さっきの3上げたら最高で84までいくよね、こいつは。うんうん。まあね、ガッツ負けはあんまりしにくいんかなと思うよね。うん。まあ、あとは何の武器がいいかっていうとこやね。そうね、相性があるからね。そうそうそう。まあ、俺ね、結構今、可能性を感じてるのがこれなんよね。ロックヒューラー。うん。いや、その、パーティーによると思うよ。うん。今さ、結構、毒と、リンクコンボに頼って、ってる感じがするよね、俺らのパーティーって。そうだね。アンバル、ソフィア、あと、コムナ。うん。で、まあ、攻撃力が上がるんだったら、まあ、いいんじゃないかなと思うけどね。うん。うん。25% 増加して、で、味方を稀に一旦ディフェンスアップさせるってなってるから、うんうん。結構いいと思うよね。そうだね。うん。これをちょっとレベルを上げていこうかなと思って、99まで。うん。まあ、本当はね、熱波とかの方が強いんやろうけど、まあ、これを99ってなかなかやけさ。そうね。うん。で、あとはリーン、ソフィア、ルッツ、で、最近手に入れたキリカ。うん。で、ホムナ。まぁ、あ、ちょっとホムナもね、上げていきたいんよね。うんうん。まあ、ランクは一応要因ではあるから、まあ、ここら辺ぐらいまで上げとんやけど、うん。ガッツが低いのかな、ホムナは。ガッツ低いね。うん。あと6しか上がる猶予ないから。そっか。うん。結構厳しいね、ガッツがね。まあでも。13上がるから 65? 最高で、うんうん。65だとでも戦えないね。まあだから、隙間産業ですよね。うん。相手が、まあ遅延なりで、使えない時に使うっていう。まあ、あとはもう塗り要因で、やっぱりいるとね、心強いっていうのは。そう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 。こいつちょっとワンチャンあるけね。出たワンチャン。うん、本当に。真ん中にさ、ちょうどいいとこにおったら。そうね、もう一気に塗れちゃうからね。そうそう、ちょっとギャンブル性が強いけどさ、ちょっと俺たちにはこれぐらいのやつがおらんと、厳しいと思うね。そうね、まあ。あとはね、このアマナ。うんうん、これはちょっと悩んでるとこだよね。やっぱ回復してくれるっていうのは結構でかいけさ、うん、大きいよね。うん、うんうん、アマナもいいなとは思いつつ、うん、まあ、だけど一応ランクマはね、このディアナとホムナ、うん、うんうん、
で、まあ、対抗馬として、誰だろうな。あ、最近ね、なんかね、貝をよく見るよね。ガッツ高いのかな、もしかして。なんか高いみたい。ああ。これ全然上げてないけど、あ、でもガッツがいっぱいある。あ、ほんとだ。だから、まあちょっと、わかんないけど、これでなんか、ハンタースキルが強いみたいよね。まあ、ここら辺かなと思うんだけどね。まあ、光とか闇の方があまり属性負けしないからいいんかもしれんけどね。ああ、そうね。確かに。安定はするのかな。ちゅうとこですね。まあ、大体でも、まあ、ランクマじゃなくて普通にダンジョン行くんだったら、もう今使ってるのがほとんど、ラメール、グリード、サルバかな、今使ってるの。時々ルッツみたいな感じかな。そうだね。まあ、メインはラメさんかな。大体もうラメ、グリード、サルバ、まあ、リアも使ってるか。がいればね、大体もう、こと足りるんだよね。そうなるよね。こんな感じだね、使用頻度としては。まあ、結構ダンジョンが偏ってたらそいつばっか使うからね。そうだね。ちゅう感じですね。で、武器は、まあ、ポロと同じでね。イベントアイテム系が上に並んでますよ。だいたいね、そのなんかトナカイのね、そうそう、これはもうかなり愛用してるね、これは。ちょっとまだマテリアが全然はめれてないんだけど。あとこれ頑張ったね。いや、ジャターユ強いよね。これはもう集めるべき武器の一つですよね。いや、アングラの護送でね、かなりこれが羨ましかったよね。そう、これを持ってるサルバとかメタが強すぎてさ、これはね、もう絶対欲しいなって思って頑張ったんやけど、まあ、これもね、ちょっとマテリアが全然まだ厳選できてないと。あとはそのイベントアイテム系が並んでいる中、まあ、これかな、サイレントキラーそうだね、サイレントキラーっていう名前でキラーがないんやけどね。キラーなし。これはね、もう遠征でレベル99になったという代物ですね。やっぱ爪強いみたいだからね。あとこれも遠征だけで75になった。そう、イノセントレイね、強いもんね。これも結構ランクまで使ってるね。これもちょっと、ルーンストック、キラーが14%。おー、すごい。これも今絶賛遠征中やけどね。なるほど、71まで上がってますね。であとはこれか、リュミエール。お、来た。意外とね、リュミエールのレベルが上がってるというね。そうそう、もう本当ありがたいことにさ、なんかいろんな人が誘ってくれたりとか、あともう乗られんだ。もうリュミって出てくるまでひたすら更新連打してるみたいなね。なるほど。で、やっと53まで来ましたね。これも遠征で41までいったね。おお。あとは、ゲリンゼル。今38かな。すごい。基本俺まだ石が中途半端なよね。ああ、まあね、マテリアに行く余裕がね。なかなか。で、これもしないといけないと思いつつ全然できてない。バンスナ。そうですね。これも37。あとね、オズバン。オズバンね。これなんかね、一回何かでスロさんが出て嬉しくて、スピード800をはめた後に放置してるっていうね。これもちょっと石をはめに行かないけんだけどね。厳選してね、石をはめに。あとは熱波。ヒートウェーブ。これもね、今ガッツ15はめとんよね。強いもんね。そんなとこかな。あとこれか。スノーメモリー。スノーメモね。これが今レベル10。なかなかね、絶級武器、あ、ムーンブルームね。個人的にこれ結構好きなんだけどね。輪っかで、さらに追い打ちをかけるっていうね。で、これか。フェザーダーツ。フェザーダーツね。
結構持ってますね。うん。で、この前ね、ノラで言ったよね、これ。あ、マットトゥース。これもね、まだ一回も使ったことないんだけど。うん、石が全然入ってないですね。うん。あと、ね、アンバルギターが。ああ、そうだね。うん、あと、苦労して撮ったアサシンダガー。アサダガーね。スロ1ですけどね。で、アンバルギター。うんうん。レベルは低いけど結構スロ3なんだよね。ありがたいことに。うんうん、これはありがたいですよね。うん、テラーチャーム。テラーチャーム。一番最初の方に撮ったやつだね。あの、ハロウィンの時に。ああ、そうなんだ。なんか遠征で撮れたんかな、これ確か。違ったかな。レアですね。うん。その時にあんまり仕組みが分かってなかったからね。うん、最初の方はね。あとこれ、ラフザー。ラフザー。これ、あれじゃないの？あれ？これ課金でなんかダンジョンのやつ行くやつじゃないかな。ああ、そうなんだ。ベノムクローラー。ああ、ほんとだ。知らない。でもこれ、ポロのやつで行ったんじゃない？これも。あ、そう？うん。そっか。あとこれね、これ個人的にすっごい気になるやつ。アイロンパイプ。これレベル99にしたいなぁ。これ。うーん。なんだろうね。これはね、これをさ、レベル99で、うん、ランクまでこれでボコったら楽しいと思うよ。アイロンパイプで。うん。なんだあの武器は、アイロンパイプみたいな。相当ガヤガヤすると思うけどね。そうだね。これでレジェンド行きたいね。いや、行きたいなぁ。ちょっとこれ装備させてみようかな。まだレベル2。キラーも2。まあまあね。まあ頑張りましょうね。面白い武器もありますから。うん。うん、そうなんや。うん。そんなとこかな。あとこれも、その、やつで行ったね。うんうん。そんなとこかなですかね。うん。あ、うん、そうそう、そんなとこですね。うんうん。あとは特にないかな。こんなとこですかね。はい。なるほど。うん。まあちょっとね、もう少し。ちょっとサボってたからね、いろいろ。なんていうの、自分の好きなことしかしなかったからさ。うんうん、まあね、そうなるよね、でも、優先順位が。ちょっとね、なんか今、ちょっちね、みたいになったけど。わー、冷たー顔。怖もうやられそうな顔しちゃった。まあ、あのね、とりあえずこう、ランクマに標準を当てつつ、うんうん、感じかな。まあランクマだと結構毎日できるしさ。そうね。うん。前まではね、10時か11時ぐらいまでだったからできなかったけど、うんうん、今12時まで上がってくれてね、結構参加しやすくなったし。そうね。うん。そんなところですかね。まあ、次の目標は、はい、ロックヒューラーをレベル99にしてみる。うん、あとはアイロンパイプを持って倒すと。この2つでいきますよ。アイロンパイプをね、持ったね、ホームランに出会うのをみんなビクビクしてってください。リュミエールを、あ、リュミエールじゃないか、イノセントレイ、うん、外してのアイロンパイプ。レベル2ぐらいだけどね。男前ですね、なかなか。うん、あれで、あとで行ってみよう。フルボッコでしょうね。はい、じゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。